平成30年1月7日、阿蘇市の成人式が阿蘇体育館で行われ、今年成人式を迎えた210人が出席しました。成人式を前にアトラクションとして、阿蘇中央高校書道部の生徒による書吟が行われました。新成人の皆さんのこれからの未来に明るく、豊かな光が高校と輝き、大きな幸せと栄光の扉が開かれんことを心から記念し、お祝いの式辞といたします。式では佐藤義興市長が式辞を述べた後、熊本出身のロックグループワニマのやってみようなど2曲を熱唱して、新成人者たちにエールを送りました。お回りの道を選んでみよう、険しい峠には。この市長の歌のエールは、成人式だけではなく、阿蘇市内の小中学校の入学式、卒業式、運動会など様々な場面で披露されています。新成人者を代表して林直樹さんの成人の言葉では、この10年の節目節目、卒業式、入学式、くじけそうになる時もたくさんありましたが、そこに阿蘇市長の佐藤義興さんの激励がありました。ここで市長に感謝と尊敬の念を込めて、また皆様のご多幸を祈り、歌を歌わせていただきます。知り合う前なのにね、どんな服も素敵に凍りね。そして結びに、これまで私たちを見守ってくれた家族、先生、地域の方々に感謝しますと述べ、思いがけない歌とエールに佐藤市長も感激していました。さらに新成人者の代表が交通安全宣言と謝辞を述べ、大人の仲間入りに心を新たにしていました。今年成人式を迎えたのは、平成9年4月2日から平成10年4月1日までに誕生した人たちで、阿蘇市では269人が対象となります。最後に各中学校ごとに記念写真を撮り、久しぶりの再会に話を弾ませていました。